オンライン動画配信サービス、Hulu で、海外ドラマ初主演を果たした Hulu オリジナル、神の雫、ドロップオブゴッドの独占配信が9月15日、金曜日に控え、5年ぶりとなるアルバムリリースやアリーナツアー開催など、俳優、歌手として国内外に活躍の場を広げている山下智久。今もなお、挑戦し続けている山下の姿を追ったドキュメンタリー番組、挑戦者、山下智久が、この度、Hulu でミツルを辞して誕生する。2023年8月31日、木曜日から、全10話で独占配信することが決定した。番組では、韓国、音楽、日本、と、3つのテーマで挑戦し続ける山下を紐解く。第1話では、本人の希望により、韓国でのロケを敢行。韓国料理が大好きという山下が、行ってみたかった、というお店で韓国料理からエネルギーをチャージするなど楽しむ一方で、なぜ、韓国、にやってきたのか。そして、彼が、今、思うことなど、今後のビジョンを本音で語る。長期密着となる、挑戦者、山下智久。今まで見せたことのない素顔、知られざる苦悩、そして、今なお挑戦を続ける山下智久を全10話にたっぷり詰め込んでお届けする。一緒に新しい景色が見たい、山下智久のコメントも到着、挑戦者、山下智久、というタイトルを聞いた感想として、正直そんなにハードル上げて大丈夫、と思いました、笑。いざタイトルとして掲げられると少し弱気になってしまいますが、挑戦する気持ちは忘れないように常に心がけています、と語る山下が、今回ロケ先に選んだのは、韓国には友人もたくさんいますし、韓国料理も大好きなので、という理由で韓国。訪れた韓国では一体どんな彼が見られるのか。また、番組にかける意気込みについて、いろいろな分野で頑張っている人が世界中にいると思うので、番組を通じてたくさんの方にお会いして、いろいろなお話を聞いてみたいです、と話し、視聴者の皆さんにはハードルを上げずに緩く見てほしいです。僕自身も初めての経験なのでわからないことだらけですが、皆さんに楽しんでいただければと思います。きっと新しい景色が見られると思うので、ぜひご覧ください、と、力強く語った。Hulu オリジナル、挑戦者、山下智久、全10話。配信情報、2023年8月31日、木曜日Hulu で独占配信スタート。8月31日、木曜日韓国編、第1話。9月7日、木曜日韓国編、第2話。9月14日、木曜日韓国編、第3話。9月16日、土曜日音楽編。9月21日、木曜日韓国編、第4話。9月28日、木曜日韓国編、第5話。以降は配信日未定です。